佐藤春男「晶子マンダラ絵空事まこと幻歌心」そぞろにつづる「晶子マンダラ作者第一章「十五の乙女」。 「ほうどなたかと思えばこれはよくこそ駿河屋さんの意図んか何はともあれまあお上がり」と主の樋口氏の言葉に小ざっぱりとした粗い久留米の合わせに紫じすの半幅帯を締めた小娘は無言で一礼するとすでに勝手を知ったもののように スタスタと玄関へ上がり込んでさらに座敷の片隅へきちんと控えると後から来て上座に着いた主に改めて丁寧な一礼をして頭を上げるや「先生うち学校の小田先生に伺ったら「源氏物語は白楽天の長言歌から出たもののようや」っておっしゃったよってこちらの先生に「長言歌とやら」を読んでいただきたいと思い立ちまして。 いきなりり上がりました。恐れ入りますがこんな勝手なお願い聞いていただけましょうか」と。とこう切り出されて当の先生の樋口氏は心中少し老狽気味であったが根が正直な人のすぐありのままを「わしは恥ずかしながら実のところこの年になるまで自分の国のその名高い物語もまだよう読まんので。 「それと長文化との比較などはできませんがただ長文化を読んであげるぐらいなことでよろしければはいそれで結構でございますが私にはまだ難しいございましょうねいや分かるように読んでみて死んでよ丁寧に血合わの頭を下げた娘に対し「それでうさんあんたはもうお源氏をお読みかの」。はい、 一昨年あたりからほんの少しずつ慰めに「古月賞」などを手引きに読んでみていますけれど頼りない分かり方ですんでようわからんとこは学校で織田先生に伺ってみてそれでもまだしっかりわからんようなのです。と口氏は我が耳を疑いつつ「この娘いくつになったのであったかと思ってまた学校はと聞いてみると。 女学校は今年本科を卒業して補習科というのに入ったが料理や裁縫家政などというのでつまらないからまたこちらの塾へ通いたくなってきたというだけでおととしの年齢はまだ判明せぬがとにかくまだ子供。樋口氏はこの子供の「早塾の際と高学信徒」にかつ驚きかつ我が身の被災を今更に恥じた慰みに読み出して 投げ出しもせず兄か父かに聞いたろうがその注釈で本気に読み始め今度は調言家まで読みただしてみたいとは奇特な心というか後世を恐るべしとはこのことであろうかそれにしてもこれが男の子ではなくまして秋生殿の娘で豪華とはいえ親にも当人にも気の毒なこと文明開化の闘魂は知らず古来 女子のあるは災いととやらと、樋口氏は心ありげにその小娘を見返りつつ襖の引き手に手をかけて「ではちょっとお待ち本をあげる」と言い残して次の間に入っていった、2. 名ばかりの座敷は「 猫の額ほどの空き地に萩や山吹のほか木もないのに面した八畳で授業場と客間とお兼ね夜は夫妻の寝室ともなる襖を開けて入った次の間の六畳というのは何度とも書斎ともまた台所に近いあたりは茶の間を兼ね同時に細君が内職のお張り場でもあるが労災は老眼にこの窓の下の薄暗さを感じて 時にには8畳へも進出するわずかにこの2間ののは玄関の2畳これが町の観学者樋口氏の知新塾で近くに芝居や観光場もあって堺の中心部の一宮とはいえ宿院と寺町との中間のさびれた裏町のそれも古びた二軒長屋というでもなく家主が微録して大きな屋敷の裏口の一部を仕切り 便所をくっつけ、二条の入り口を継ぎ足して貸し屋としたという、落ち着かぬ構えである。樋口氏は、冬は古布の子、夏は洗いざらしを肩にかけて、この古屋をも身の分にふさわしい偶居としている。彼は、元伊勢の人とも和歌山とも両方に言うのを人は怪しむが、伊勢の松坂は和歌山藩の飛び地だからどちらも本当で、 まして彼は少年の日、志を立ててよらば大樹の影と南紀徳川市の五条か和歌山に出て藩の儒学に学ぶうちたちまち維新の変にあって学も半ばで廃し新時代に処する道を求めて大阪に出たが当時堺県に教育と工業との大いに起こると見えた時その古い土地柄と新しい勢いとに誘われてこの土地の小学校に教職を望んでありつけず さらばと紡績と団通会社とに初期化会計にでもとの望みも他教人の身元の明らかでないのは困ると採用にならない路頭に迷う一歩手前を私塾でも始めてみたらという人があって指定を塾に通わせるゆとりのある両家の多い辺りをと求めてここに落ち着いたのはもはや六七年も前であったろう。当初から通って 論語の素読などを授けた9つの幼子が今は女学校を出て補習家に入り当時は髪も短かった男姿が昔の筒袖を脱いで紫術の帯に血合わの小娘となり一人で源氏物語を読み「超言歌をと言い出したのである歳月人を待たず志定たる白髪の嘆きは 奇変の塵にうずもれた蔵書の乏しさにも見出される』『一頃ころは中等教員の国間の検定試験に出も』と意気込んで書いたくわえた書物もいつしか虚しく参じて今は売れ残っているうちの一冊に和国本の長言家のあったのを取り出して砂ぼこりをはたきはたき出て座に帰り』『本はこれです』お持ちになって下読みのつもりで書き写して大きなされ」。 写本でで読んであげます少し長いから写すに骨は折れましょうが「押しいただいて抱き返り以前通い慣れた宿院小学校の前を運動場の大藤棚を横に見て二三丁出るとにぎやかな大道の通りは南北へ一筋に町を貫いて大阪から和歌山への国道を北に浅香山の丘 明国寺のと阿久津神社のと二つ並んだ三重の塔それよりもひとき高い大楠をどんよりと花曇りの鈍い日差しの中に見ながら小娘は海野町のとっつきの東北の門店に本家駿河屋出店お菓子づかさどころ練りかんどころなどののれんのかかったそばの住まいの入り口を滑りのいい格子堂を開けて入っていった。 3この朝道潮の高志の浜住の江絹の海堺岸和田住吉浜寺の一帯は海も陸も降り込めた春雨に海も空も銀ネズミであった堺の大道貝の野町の駿河屋では2階の天井の低い一室で召使いらがショートと呼び習わしたこの家の三番娘が。 土佐藩士を広げて長文家の写本に熱中していた元来大鳥明子は失明で本姓は宝名も翔だからその本名に上方言葉で礼状を言う「藤藩」の「伊を省略した「都藩」をくっつけて「翔と藩」という呼び名ができていた静かな春雨に市中の物音も和み こんなな仕事には気が散らないまた本には帰り店があり博楽店の美しい宿もぼんやりとは分かり面白げなとショート班は今日に乗る写本の筆もはかどってはいたがこう一日中部屋にこもってそれにばかりかかり入っていたのではこの頃家うちに引き取られてきて家事や店の仕事ばかりさせられている腹違いの姉の花子にも悪いという心遣いもあって。 昼間を時々は母の手助けに台所を覗きに出かけ夜は夜で店で小豆などを夜る夜鍋の仲間にも加わるこういう心遣いもなかなか細かいので召使いや店の者たちにもいたわりがあり自然と親しまれていたそぼ降る雨は二日二晩降り続いた写本はその間には出来上がらなかった いくら京に乗り気が焦っても夜は十二時になると電灯は消えるのであった三日目は雨が上がってうららかないいお天気がこの小娘をそわそわさせたその心は眼前の本にはなくて海岸のお台場に行っていたお台場というのは品川のものと同じ時代に同じようにこの地に築かれたものだがただ品川のように海上にはなかった その上に登ると海の風に養われて特別に色鮮やかなスミレが今日のような日には群がり咲いているのでお台場の積み草はこの上なく楽しいものであったその朝うららかな空を見出すとすぐ「姉ちゃんお昼からお台場行こう」と花子にささやいたが姉は黙ってすげなく首を振って取り合わなかったそんな子供らしい遊びには興味がなかったらしい。 秋子は今はもう娘の扱いで以前のように一人自由にお台場へも行けないので姉を誘うとこの始末に仕方なしの気晴らしに子供の時から気に入りの屋上の物見へ出て海に目を放ったが3つ4つけぶる穂にも慰まずうらうらと海に照る日がかえって恨めしいすみれがどっさり手を出してお台場から招いているような諦めて机の前に来ても 博楽天の文字と文字との間に満開のすみれが踊るような形をしたり半開きのがうなだれて立ったりして文字を見失わせたり見損ねたり3日目は満足に運ばなかったそれでも夜に入って心も落ち着きやっと行は終わった一人では到底わからないのをいよいよ読んでもらえると心もときめきひたすらに明日が待たれた こういう憧れや思い立つとこう一途なのが、この娘の生まれつきなのであった。四自分の手で小さな寺小屋机を庭に近く明るいところに持ち出し、その下座に座って死の出るのを待っていると、次の間では二、三度キセルを叩く音があってのち、のっそり襖を出て、つかつかと構えられている机の前の座を閉めて、 弟子の丁調な一礼を受けるのが以前から今日も変わらない師匠の習慣である樋口氏は机の上に置かれていたこの間の古雑誌をそっと取り上げながら「もう写してござったかのちょっとそちらの写本の方をもう見せ」言われて弟子は手に持て遊んでいたのを差し出す渡されたのを開いてパラパラと目を通し「ほうこれは見事に」。 手もしばらくの間に大層立派に同じやな」。小娘は寮の手で顔を隠して恥ずかしさを表すかのような品を見せていたがいつも父からは「お前そわそわした女へよって爺にも落ち着きのない人柄が出て見苦しい言って叱られております。本当におしまいの方なんかもうめっちゃくちゃです。間違いだらけ」と手を顔から取りのけた。 師匠はなおも丹念に写本を送っていたが「ところどころに不審紙がしてあるようじゃのあの本には帰り点もあったし博士は優しいものだから源氏がわかるほどなら一人でも読めたろうと思うが五字もところどころ見えるこれは後でわしが直して信ぜるとしてまあ念のためこれを借りて一通り読んでみましょうか」と師匠は弟子の前へ 古雑誌を広げてやり、自分は土佐藩士の写本を手に開き持ち樋口氏は不思議面白く抑揚をつけて時にところどころは自ら味わうように繰り返し読んでみたりして一通り通読し終わると声をやや低めて「これは党の天を開元の御代の天使幻想皇帝が皇后のお亡くなりの後 慰心という若い喜妃というのは女官の役の名で人の名前ではありませんぞをご彫愛あったことを歌ったものであるが時の朝廷にご遠慮とあってわざと官の時代の武帝と理不尽という方とのことのように歌い出したそれで官の色を重んじて警告を思うと言いました警告は平成も同じく 一国一条にも変えたいほどな絶世の美人の意味」などと順々と解き終わって「ざっとはまあこんなことですがこれはまだ大意ですしまた不審紙の箇所など後からゆるゆる説明して信ぜようがそれでもまず最初に不審紙のある行司じゃがこれは確か司教にも出ている文字で牛や豚など重肉の脂の固まった部分白身のことで。 それを美人の肌の肌白さに例えて言い表した。かれこれ2時間ばかり過ぎたろうか次の間の柱時計が物浮く春中の三時を報じてこの日の授業は終わった法華の少女は「養われて神経にあり人を未だ知らず」と口ずさみながら祝院の落下を浴びて帰った。 法華の少女は師匠の現れ出るのも待ちかねていたごとく樋口氏が机に向かうとすぐさま「先生早速ですが漁用の平子地を動かしてきたり」から「炎天たるガビ馬前に死す」バゼンニシスあたりまでをもう一度伺わせてください「うん」と樋口氏は吞凶に膝を打ってから自分の手の本を開き「漁用の平子地を動かしてきたり」。 発源証唯の曲、九朝の浄血ンジン商事」「戦場万期西南に行く」「水海揚々として行きてまたとどまり西の都門を譲ること百より陸軍発せずいかんともするなしエンテンタルガビ馬前にしす家電地に意して人の治むるなし水行巾弱玉相当」ですね。 よく気がついた。この辺りがこの詩の中で最も精裁のある部分でしょうな「漁業の兵庫」というのは安禄山が君川の間楊国中」を打つという名目で楊州の漁業の地で起こした謀反の攻め太鼓の音が都に迫る勢いを唐突に言い出したのがよい諏訪屋とばかり宮中減少雨位の株もさすがに取りやめ 長安の花の都も今や阿修羅の巷またと化し戦場晩期を備え従えた天使の御車は西南の諸の都に見行き荒らせ長安の城門を西に出て百里の地点でついに進まずなった歴史によれば地は馬鹿井駅兵士らは気活と疲労との極み こんな目に合わせられるののも元はの兄楊国中のやつのおかげだと恨んで騒ぎ立て始めたので事態を不穏と見た軍の統率者陳元礼将軍が衆軍士に諮って天使に陳情の上皇帝楊国中不死を斬ったが兵士らはなお静まらずさらに騎士をも中誠よと騒ぎ立てたので侍従長の孔力氏が幻想を諌めて国家のため恩愛を裂かれたいとの根性に 皇帝も是非なく涙を飲んで貴妃に死を賜い、ことを郡力士に委ねた。郡力士は付近の丘の子たちの中、仏堂の前にあった理科の陰に連れて行って、ついに羅金を持って考察した。天保十五年夏六月のこと。時に貴妃は三十八歳であった。乱軍の馬前に死した貴妃のか座し串公外の類は、 辺りに落ち散らばったのを取り納めるものもなかったやがて陳元礼は兜を脱いで皇帝に射し全軍は万歳を唱え太鼓を整えて裁縫に進発したと司書に伝えているこの事実を知って読めば詩は自然とよくわかりましょうこれを聞いて少女はまず深くうなずきさて思わず長く短足した いつも痩せて青白く美目の間は少しくしゃくれへこみ歯は出っ張ってむしろ美しくない顔もこの時僧の方はほのかに暮れないを帯び名簿は潤み異様に輝き出して不気味なほどに美しいのを巾直な樋口氏も見逃さなかった思うにこの少女の激しい心は絶世の美女に課せられた運命の悲壮に強く打たれたのであろう 年この当時を思い出して彼女は次のごとくに歌っている「アナかしこ陽気日のごと切られんと思い立ちしは十五の乙女」「下にもこれは十五の乙女の願望としてはゆゆしい限りのものでこの乙女の世の常のものでないことをよく語っている」 第2章父母の家6堺市大道の甲斐野町駿河屋は市の目抜きの場所を占め市内ばかりでなく京大阪一帯に名の売れた老舗であるがその看板にも本店和歌山駿河屋といいまた本家駿河屋出店と見える通り 本店は和歌山にあった。和歌山の駿河屋なら紀州藩の始祖南流公が初めて領地を定められた時召し従えて移住させてきた御用商人たち駿河越といわれた格式のある商家の一軒で町名も屋号も多分それから出たのであろう往年の御三家の威勢を後輩として店は上方から中京かけて業界に重んぜられ 明治の後も長くその支店・分店・出店が一貫となって相互の店頭に看板を出し合って信仰の店を抑えていたそれだけの名声のある屋号はもちろんいたずらに名乗れるはずもなく心祖の差こそあれ皆それぞれに本店との縁故によってのれんを分けられたのであるそのなりわいの都廷や店員が真面目に年季を務めると まず二十五歳で羽織を与えられて一人前に偶せられいよいよ満期の暁にのれんを分けられて支店や分店として独立営業の取扱いを受けるのが旧来の慣例である堺の駿河屋も天保の頃堺の近郊大鳥村の人ほう10名が和歌山の本店を務め上げてのれんを分けられはじめは大阪に作った店を 後に堺に移してその没後長男の前七が一旦引き受けたのを手を引くに及んで大阪の駿河屋にいた十兵衛の次男初代総七が大阪を引き上げて兄の見捨てた父の堺の店を継ぎその一代で店の基礎を固めたもの堺の駿河屋はその地理と同じく和歌山の本家とも大阪の駿河屋とも深いつながりのある店なのである 初代宗七ははじめ大阪の駿河屋に見習い奉公に出てその再刊と1,000人に1人の正直者と言われて主人の愛と信頼等を集めやがて心斎橋に1軒の店を一任されるやそれを過分として和歌山の本家と縁故の特に深い伏見の駿河屋から別に主人を恋迎えて自分は番頭として経営に甘んじそれも 主人の本店と商きいを争うの不本意と普通の練り洋館ではなく、別に我が店の看板物には小豆をその中にちりばめし忍ばせた黒い洋館を創生して、色こそ見えねえか茅は隠るる風味を夜の梅と名付けて売り出したのもこの人であったという。主家の本店に気兼ねをした律儀に神経質な人柄もさることではあるが、 こういう独自な考案の際や、その適切にも趣の豊かな、由緒のある古家にちなんだ命名などは、さすがに我らの明子の祖父にふさわしいと言うべきである。店の始祖、明子の祖祖父、十米の出身地、大鳥村は、堺の南5キロにあり、高朝線の植民地というのは、はなはだ疑わしい小塚の説で、 まして十兵衛はこの村の奉を生徒はしても祖先は越前の出だから明子を高麗人の末か何かのように言うのはロマンティックではあるが根も葉もない話なのである。七明子の祖父駿河屋二代目夜の梅の初代奉宗七は元治元年に脳一血らしい症状でまだ四十かそこらの若さで世を去った。 しかしその妻の静は気性も男勝りの元気な御家さんで明治も21年までといえば夫を失ってから25年間も流らえた御家の静は亡き夫の店を年久しくこの多難な革新の時期にも持ちこらえ切って回して事実上は駿河屋三代目の任を果たし長男の商業を好まない者には家事を強いることもなく 店は次男の二代目総七に継がせだその母は影の人だからこの二代目総七が堺駿河屋の本当の三代目でまた実に我らのヒロイン明子の父なのである二代目方総七は商人には珍しくしかしいかにも老舗の旦那衆らしく北久をひなりまた絵を描くことを楽しんだ 店で商う菓子に絵模様を飾ったり正月にはその年のえとにちなんで自作の句を菓子折りに挟んだりまた夏になると子供らを相手に「あきこには朝顔の花をその弟には本葉をもう一つには楓に短冊を組みあしらう」などさまざまな衣装を凝らしたスイカ道路を作って涼み台の上に吊るし並べて道行く人々の目を驚かし楽しませるなどの工夫に富んだ起用人であった。 むっつりとした黙り屋であったがおのずからな人徳が出入りの者の気受けもよく旦那中の旦那と立てられて市会議員をも長く務め酒も強かったが蔵書にも富み夜の三時過ぎまでも当日に読みふけるのをもたびたび見かけたというほどの読書家であったこういえば身分もお人柄も申し分のない円満の君子人のようであり事実それに近かったが 一面なかなか難しく厄介な旦那らしいわがままなところがあって三条明子の誕生の時などにそれが最も極端に表れていた明子の父はその年の10月のか万一年と2月で不慮のことから失った次男を相席するあまり檻から身ごもっていた妻が産み付きの2か月後には必ずその代わりを産むものと独り決めしていたのが 産声を上げたのを見ると女の子であったのが大の不服でお七夜の朝家を飛び出したまま「平素は道楽者の妹婿どもをしきりとにがにがしがっていた身で何事ぞ道頓堀の角の芝居へ行くのだと」と女どもを馬車いっぱいに積み込んで出かけようとしているのを見つけたという人が今ならば電話で中心に及ぶところであろうが当時はというのは明治11年の末この町にはまだそれがなかったので。 浜のお茶屋の一力からは男子が飛んできての中心に「夕べっからこちらの旦那がお見えになってご無理ばかりおっしゃった末にただいまはお名古やはしたどもを満載の馬車で道頓堀へお出かけというのをお女め申してもどうしてもお聞き礼れがございませんどうぞ番頭さんかどなたかすぐにお迎えに」と息を弾ました男子もうろたえきっている日頃の旦那にも似合わず正気の沙汰とも思えなかったからであろう 一力の角からは番頭の熊七が前後の見境もなく酔っ払った旦那を介抱しながら連れて帰り熊七の起点でその場は味よう母の前をもろわせて済んだが喪失の妻常明子を産んだばかりの母にはその場は済んだどころかそれが一通りならぬ打撃であったこれは滅相もないことに立ち至ったこんなことがもとで 夫がお茶屋入り浸りにでもなろうことならお母さんには申し訳がない旦那様にも愛すまぬいっそ死んでしまいたいくらいだがそれではこの家屋を育てる人もない死にもならない我が身かとそれ以来毎晩の心配気兼ねに散歩は血が上がってしまい二月きは足も腰も立たないいざりであったようやく床を離れるようになった頃には今度は父がすっかり出なくなってしまっていた。 ももとと痩せていた赤子はいよいよ痩せ細って目にも痛ましいばかり赤ん坊は夜泣き朝泣き泣き同士の泣き虫になってしまった子が育つか育たないかの心配よりこれではせっかくやっと機嫌の治っている夫がまた気をいら立てて何をしでかすか知れたものではないと気が気ではなく産後の見舞いに来た妹と相談の上常は妹に頼んで乳母を探させ それをつけて柳町の魚問屋に嫁入りしている妹のところへ預けてこの父の気に入らぬ赤ん坊を父の目から遠ざけることにしたこの赤ん坊の母は毎晩姑の寝入った頃を見すまして海鳴なりのする星づくよの道を提灯を頼りに女中も釣れず十四丁の道をとぼ,とぼとぼとこの顔を見に通うのであった。 赤ん坊は果たして乳母にも叔母にもなかなか懐かないで火のついたようにむずかっているのが遠くからも知れて母は早くも十旨をつかれるのであった。不憫や愛しやと抱き上げると子が出もしない父をしゃぶりついて喜ぶのが愛おしさに常女はいつまでも話しかねてゆすぶりゆすぶり腕のたゆくなるのも苦にせずかえって重く育ったのを喜びながら 住吉の松原の方まで歩いたこともあった気候もおいおいと暖かくなってからのことであった明子はこうして生まれると間もなく母方のおばの家に弟の中三郎が生まれるまで三年間預けられていた中三郎が生まれてから今度は男の子と肩身を広くした常女がやっと思い切って 秋子を家に連れ戻したのであった常女は柳町への往復に大和川の長い橋を渡る都度、身の因果を嘆き流水を見入っていっそこのままと思いまどったことも一切ではないというこの気の毒な妻の夫この疎んじられた子の父宗七が よし、生まれたのが女の子であったとてこれも授かりのと諦めることをしないのはあまりといえばあまりのだらっこじみた異常性格の兄弟であるが決して失った男の子に対する未練執着ばかりではなく別に少々は思災もあったのでさもなくては常女の悲惨とても少しく腑に落ちない。9。 秋子にはメスカイラのいわゆる姉糸藩のテル中イト糸藩のハナという2人の姉があったどちらも腹違いで父宗七の繊細の子である繊細は軽い写視ではあったが非常に美しかった長女のテルもできていたが勝ち気な上に久しく御経を立てた姑の気に入らなかったので2番目の子を身ごもったままで離縁した それからテルが五つになった時婚期を逸して初婚の常というのを五歳に迎えた常女はなみなみならぬ働き者で姑の気に入り方は非一日と深かったこれが明子の母である常女は機敏に勘の強い人で商売上の駆け引きなど抜かりなく夫に代わって万事をやってのけるばかりか家事一切は無論遊芸にも堪能。 タイの塩焼きでも魚が跳ねているように形よく焼くお母さんの真似はとてもできないと嫁が困ったほどの人で商家の女将のお手本というような申し分のない女房であったいかにも重宝に実用的であったらしいそれが姑にはともかく趣味の人たる宗七にはそれだけで十分であったろうか果たして軽い斜視の非常に美しい人より この方が気に入っていたかどうかは疑問であろうそしてあまりに実用的な妻女が男児ならばともかくもあまり美的でもない女児を生むのを好まなかったかと想像される不幸にして常女の要望に関しては何らの文献も見当たらないで「美しさ足らざることを災いと思える母のいつきてしわれという昭子の一種が「 美しさの足りないことを我が責めであるかのように感じてそれを慈しみ育てている母の幻を自分に浮かばせる疑ってみれば宗七は才も亡もまだ不確かな万二つやそこらの男の子にそれほどの未練や執着を持ったというのもキーではありそれよりも実は心ならずも母が去った戦災を内心思い切れなかったのであろう。 それならば、明子の生まれた時の喪失の仕打ちは決して罪とがもない妻や子に対するものではなくただ母への当たり散らしで兵素の鬱憤がここに爆発したのであったろう打てば響く常女には夫の心も見通しであっただけにひとしおつらかったまた父に疎まれた子には母の不憫がこうもかかるものであろうかと自分でも怪しむほどに明子が可愛くてならなかった。 聡明な常女もこれには気づかなかったとはいえ明子へのこの熱愛こそ夫に対する常女の恩和なしかし激しししく儚い抗議なのであるしかし父喪室とても決していつまでも明子を愛しないではなくこの知能の優れた子を5つから学校へ上がらせようとし9つでは樋口氏の塾に通わせました。 父の愛はとかく冷ややかな中でも喪七の場合はまた特別なのをその埋め合わせか母常の熱愛は旅先で13の妹娘よりも17になってる亜希子の方を特に抱き寝したほどに異常なものであった先天的に祖父母以来優れた素質を受けた亜子がさらに好天的にこの霊熱の差の激しい両親の愛情の渦中に置いてあって 異常に激しい性格を形成しないで済むだろうか十母の体内にあって去られる母と共に父の家から出た先輩の二番娘花子は重視になって父の家に引き取られてきた同じく腹違いでも一緒に育ったテル子と秋子とはそうでもなかったが花子の方には 双方から打ち解けにくい様子を見て取って2人をそろってみの稽古に出したのも自然と仲良くなれとの母の心遣いでもうそろそろ物心のつき始めていた亜希子にもそれが感じられ勤めて親しもうとするのに花子の方では一向にそれを取り合わない育ちのせいか遠慮かそれに少しく陰気な性質なところへ花子は身の美しさを花にかけているようにも思えた。 花子が父の家へ引き取られたのは駿河屋の糸藩として今期を迎えさせたいという生みの母の考えであったらしいが駿河屋の方でもそれを認めて少しは行儀作法や遊芸などを仕込む一方これも見習いのうちと店の結界の中にも座らせておいた今までの店番の照子はその役を妹に譲って養母常に料理を仕込まれていた 花子の来た頃、花子や秋子、またその母たちの不幸の原因となった祖母の静は、長年休みなく働かせた心身過労の老衰から、急性肺炎であっけなく亡くなった。その枕部には、照子、花子二人のほかに、秀太郎、秋子、忠三郎、里子ら、大小六人の孫がいた。その時、店の虫歯とあんばとの職人たちや、売り場の番頭やでっち、 奥の召使いなど使用人も数人いて店も順調にこの老婆の死は孫たちにも店にとってももはや何の影響もなかった店には隠居さんによく仕込まれた子賀番頭の熊七それから職場の定七というのは主人たちにも褒め物のいい職人で手際よく見事に早く作り商いも目が利いて勤勉だと褒められ七の字を許されていた。 秋子も佐田七が楽しげに仕事を励むのを心よいものに思って、しばしばあんばでそれを見物した。花子は父の家に来て手伝い済むこと五年の後に、胃中に人のあるのを周囲の何人にも打ち明けることもできないで、泣く泣く父と養母の取り決めた先に片付いていった。秋子はもとよりこの姉の胃中を深く知るはずもなかったが、 時々物陰で手紙を読んでいるのを見かけたり結界の陰で走り書きしている様など後に思い当たる節が多かった花子が嫁入りしてからは明子がその姉の今までの役をあてがわれ張り混ぜの障子の陰結界に陣取って日々の売り上げをせっせと帳面につけるのが務めであったが余暇を盗んでは古来の詩書や文学に 目を晒すのであった以前蔵の長持ちの蓋の上でおちおちともせず読んだ「大鏡」や「映画」「源氏物語やおちくぼ」や「落窪」「さごろも」「さては八大衆」など今は父の文庫を借りるまでもなく自分の小遣い線で買いためた博文館の活版本「日本文学全書」の手ごろな大きさで取り扱いに都合のいいのを座の前後左右を問わず 人目にかからないところなら、どこにも積み置いて。結界はあっこのとっては、密かに頼もしい城ともなっていた。第三章。黒木古町十一。昔はカラー三眼の船も通い。 また南蛮高毛の黒船まで出入りしたと聞くこの港の海は新大和川が川上の山地から流し持ってくる砂に浅く埋められて今は港の役にも立たず港は神戸の方へ取られてしまったとは聞くがその位置だけは昔に変わらず明子の育った家からは直径10丁ばかりの近いところにあったから家の屋根の物見に立ってみると この大波倉の片陰から港の海は大きなお椀の中のように見えるところへ利休ネズミの真法片方が日によって多く少なく浮かんでいるのであった以前子供心にあれほど楽しく思えた遠見の海も今はもう目を慰めるにも足りないお台場のすみれといいせっかくの楽しいものが なんでこう年とともに少なくなっていくのであろうかと味気ない白い波の帆がひれのようにひるがえる風の日でさえ見れば陸よりも静かな海の景色であるがそれが時あって吠えうなるような音を枕元へ響かせてくるのは子供の頃から聞き慣れていた波打ち際の音ではなく沖になる海の音が水の中を遠く伝わって漏れ響いてくるのだとか そういうい晩の次の日にはおばの家からは父にと言って特別に魚が届けられ柳町の貢ぎ物と言って父を喜ばせた明子は結界の中の読書だけでは満足しなかったから毎日夜鍋の終わるのを待って十二時には消える電灯の下で両親に隠れながらやっと一時間か三十分の明かりを懐かしみ 清少納言や紫式部など観光の女房たちの筆の跡をしたい今日そぞろにあかぬところで消えた明かりを恨みながら枕に通う海鳴りに耳を貸しつつ東京にいる兄秀太郎を思うのであった必ずしも兄が恋しいのではなく羨ましいのである人に隠れて袖屏風の陰で本を読む女の身でなく 明かりが消えればランプを読んで思いのままに本を読み学問のできる男子の身が羨ましいので』『兄の秀太郎は大どかに潤いのある父の心情と数理に詳しい母の明晰な頭脳と合併せ恵まれた上その才能を磨くためにはどれだけでも学問を許されているのである』『それが羨ましいばかりでなくそれが男子の特権になっているのは不合理だ』『けしからぬ』という憤しささえ枠」。 このののの不平を、あの海の遠鳴りのごとく、吠えるようにわめきたて鳴らしてみたい寂しさもある明子はまず母にさて母から父を説いてもらってあたかもその年頃に達した妹の聡子のためにはほんの名ばかりの堺の女学校ではなく外国語も習える京都の女学校へ通わせるように計らったのも我が身に受けることのできなかった幸福を 世上一般の女子のすべてとは言わずともせめては我が愛する妹にぐらいは与えてほしいという心からであったまた店頭で物語本にのみ読みふけっていると昴ヶ谷の娘を非難した堺の女学校の先生たちに対する余分ともつかぬ母校への警部であったやもしれない日頃はそんな意地悪でもなかったのに十二 妹の里子を西野郷へ修行に出すことを父母に勧め頼んだとき、その場の行きがかりで約束してしまった交換条件によって、秋子は妹の身代わりとして、まだ当分は店の結界からは離れられない身の上であった。妹の修行にはぜひ京都へ出してやりたい一心で、その時はただ気軽に、今四五年は店先で本を読んでさえいればよいと思ったものであったが、 店先の読書もこの頃では古の詩書や歌書物語本日記類を繰り返しが味しているのも単調になったからそれと並行して文学界や文庫それから東京の兄が読みかすを毎月回してよこしてくれる「しがらみ草子」や「クリスト教の匂いのする翻訳」などおいおいと新しい方面へも広がっていっていた兄は都に出て前途の光明を追いながら 学問の道を自由に飛び歩いていてるが、秋子は結界かららは自由に一歩も出られない身の上であった。両親は年頃の娘だという世間の思惑を兼ねてやかましく出歩きを禁じたばかりではなく2人の姉が嫁ぎ兄と妹とが修行に出て弟も今は中学校に通うこの頃は人手も足りなかったのであるからそれは是非もないが。 派手好みの亜子があまり人目につくというので娘盛りを赤いものを身にまとうのをさえ親から干渉されるのであったそれもよかろういずれは針で商事の陰に暮らして自由には歩けるでもないただ朝夕葛城や高間の山に浮かぶ雲を眺めてはせめてもの心やりとし 女学校のあたりのかぐわしい菜の花盛りが大地に黄金の箔を置いた中の道天皇様の社前の山桜の消息も店先で人の挨拶に聞いただけで過ぎ去ってしまったが「何の天皇様の山桜がたかが十二三本並んだだけのこと」と秋子はイソップの狐の青いぶどうのように思い出してみたがすぐあとから「でも あの後ろの池を回った八重桜なら見事だと。幻に浮かび上がったのをまた強いて打ち消し。何の大気の庭の隅にあるほどの春色ではないかと。やがて店の手すきの時刻を見すまし。母に行こうて琴を取り出し。我が家のネムの庭に面して。起算時に断じ始めた調べも。悔しやおのずと乱れた。皆結界に幽閉された青春の鬱屈で。 普段は読書によってほぼ完全に消化し発散しているがいつもそれだけで十分というわけではなかったわけでも晩春朱夏の功などは何を血迷うてかのれんの下をくぐり込み裏庭へ抜ける道を求めあぐんでか帳場まで迷いきたり花のようでもない我が身をからかい顔につきまつわるこうるさいと保護を取り上げて 黒いををあたた。りりにき散らし狂うのを取り押さえた「呪い歌、書き重ねたる保護を取りて黒き胡蝶を抑えぬるかな」「父は飲酒家母は無知雇い人は風義儀の悪い者多く親戚は隣職でなければ強欲土地は邪地、無趣味隠党の人に満ちていた」と 後に明子が記したのは当年の呪い歌の目録であろう十三。国には外国との大戦争が始まってしまい大阪の師団からも歩兵や公兵が多く宇名の港を出ていったという相手は楊貴妃や白楽天の国古来の我が先進国 世界でも指折りの大国なのに戦は海に航海陸にザンと行く先々に大勝利を続けているというのであるしかし明子はその戦争の意味もその見通しをももちろん知らなかった誰が知るものか市内で取り沙汰をしているのも皆いい加減なでたらめばかり知らないのは女の明子一人ではない誰も知るものか知ったかぶりが笑わせる その人たちが国の大事を我が家か町内のことででもあるように何で知るはずがあろうかそんなあやふやな取り沙汰より明子にとってもっと直接に痛切な事実は兄秀太郎の幼な友達でお寺の一人子であったが以前明子を妹のようによく扱って遊び相手にしてくれた気の優しく物腰の静かな人が戦で死んだという話で。 生死をものの数ともせぬはずの王将がお国のために名誉の戦士の子をあれは七つからお経を読んで弓矢を持つ遊びさえしない子だったのにと人ごと事に書きくどき泣くのはそうにもあるまじく見苦しいと人々が陰口していることであったただ昔遊び仲間であったというほどのことで赤の他人の我が身にさえ その十四五の頃の面影が立つほどに思われるのだからまして親の身ともなればたとえ出家であろうがなかろうがさぞや悲しかろう者その悲嘆を世間はばからず泣く和尚は見苦しいどころかさすがに立派だ優に情けありける奉仕かなといにしえの文の文句さえそぞろに思い浮かべた秋子であった。この町娘は あらゆる偽りを憎んだ中でも世間体というお体裁を日頃一番苦々しいものに感じ人間の神にも似た真心を見栄の見栄にしてなろうかそれを世間一般が逆の順に考えているのが明子には常に許し難い東京の兄は大学で電気工学とやらいう今まで日本になかった学問をはじめ成績も良いから 「今に大学の先生になる見込みも立ち博士になるため当分は特別の研究を今しばらく続けたい」という手紙に父宗七は有頂天で「近所の戦死者どころでないがそれでも寺へは厄介やな」と言いながら悔やみに出たのも世間体らしい「この家はどういう因縁でか長男で家業を継がないやつがようでおる今また秀太郎さ」。 「学問で身を立てるいうならそれも結構じゃないか」というのが母に対して言う宗七の言葉で男の子には特別寛大に思える父の心が亜希子には毎度ながら羨ましく妬ましい兄の希望を返し喜ばぬではないがそれで家業を継がぬとなれば「縁遠い縁遠,遠い」と言われ続けの実が 両親に気に入りの定七を婿に家は明子にという話にならぬとも限るまいめいめいに勝手な夢を見たがよいだが私には一生この陰順な町で結界暮らしはとても務まらない父の先災といい生みの我が母また姉の花子呪いはすべての女の上にのみあってよいのか 亜希子が19の年戦争は前の年に勝利で終わっていた晩夏のひと日母の常は入浴中突然けたたましく亜子を呼び立てたというので結界を出て駆けつけてみると母は脱衣所に体を吹きかけてラギ行のまま立ちすくんでいる母の体を吹き吹き様子を見ると 湯気にでもも当たったっのらしい素早く水気をぬぐい素合わせを肩に着せかけたがはかばかしく動かぬそれでもついに明子の肩につかまって今まで三十歩足らずをやっとたどり着くとそのままどかと横になってしまったまず夏布団をかけ枕をあてがっておいて明子はおうを呼び熊室に命じて それには及ばぬという母の言葉にもかかわらず、医者を呼びに行かせた。大田は熊七殿に命を伝えるとともに、旦那様にも報告したので、総七も来て、常の頭に手をやってみたり、脈を見るようなことをしているうちに医者が来た。医者はまず病人の顔を注視し、さて目を覗いてみたり、両方の手を握らせてみたり、 診察を済まして病人の手首を放つと喪七の耳音でごく低くささやいた「やっぱり脳一血の」ごく低い声を病人はすぐ聞き取ったらしく「一血ですか?」病人は舌のもつれるのをこの時自覚した「幸いにごく軽く済んだのですね」と医者は声を高めて言い出した。 まあ45日ほどは絶対安静に様子を見て半月も安静にしておられれば済む程度のもの脈もしっかりしております決してご心配はいりません」と言い残して帰ろうとする医者を追いかけると明子は涙を拭い拭い「先生本当に大丈夫でしょうか大丈夫とも脳の内袋の部分に少し出血があって脳の血管を圧迫しているだけですから。 出血をすぐ止める薬をあげます。血が吸収されてしまえばあとは何ともなくなります。旗で無用な心配が一番いけません。病人に響きますから。病気の元も何かご心配でも過ぎたのでしょう。皆さん安心して病人はしばらく絶対安静のこと。ありがとうございます。とあとは送って出た大田に任し、秋子は急ぎ病室に取って返し、 病人の枕元にはべったまま母の顔を一人つくづく見守っていた病人は苦痛もないらしく息遣いも静かに眠っていたなんだか少したるんだように歪んで見える変な寝顔を見ているとその眠りもかえって不安であったから寝息にも注意してみたその後何のこともなく病人は秋日和とともに日々解放に向かったが 秋子は帳場を父と嫌がる弟のやんとに頼んで病人の一切食事から撫でさすり便通の世話まで召使いをも煩わさずいつまでも秋子の手一つで日夜介抱し続けたさほどにもない病人の看病に世の目も眠らぬ日などもあったので人々も今は病人よりは看病人の方を案じるほどであったが本来が競争な体質と見え それに九の若さには少しも苦にならぬらしい15王将と藩御病人より父さんの方が心配どす」とお歌などが言うのを明子は聞こえぬ顔をしていたもう一度繰り返すとそのお世辞めいたのを嫌ってか「あたしの体です」「あんたに言ってもらわんかて子供ではない自分の身は自分でよう知ってます」 ほっときなはれと突っぱねるように言うのであった道理りだけにあまりの無愛想を病人が取りなす気で娘にそう言わずにちとお休み私が治ってもあんたに言われでもしたらしょうもない私がまた病みますと言われて晶子は初めて大田に命じて我が部屋から毛布を取ってこさせ母の傍らへマロでしたしかし病人の身代金一つにも目を覚ますところを見ると ほんののまどろろみをしているだけででああったのであろう。人々は明子の熱心に手ぬかりのない看病ぶりにすっかり感心し父の総七もその後は幾分ぶ明子を重んじる風が出た平素からお正と藩びいきの熊七貞七は無条件に明子の行進の深さを賛美している一方橋ためたちのはしたない口では 当班をあんな堅い字な小悪とは今日が日までは知らなんだと陰口をするのもいたお歌だけはもう明子をよく知っていて今更そんな口も聞かなかったこれは長年この家にいてお正と藩係とも言うべき年島女中であったから明子が身を忘れての看病に甲斐があって常は壺のうちを娘に付き添われて歩くようになり やがて医師の許しも出て初めて病の赤を落としたのは一月ほど後であった日頃気の強い常も病気の作用で人が変わったように気が弱く涙っぽくなり「欲後さっぱりした」と娘の白い手を取り再生の恩人に対するように感謝するのを娘は娘で等悪げに養育の体温に比べては何ほどのことでもないと言ってさらに おっかさんに万一のことがあれば私も一人で生きている甲斐もありませんしいっそおっかさんを亡くした悲しみで自然に死んでくれればいいと思っていました」。というのに対しては「私はあんたにあれほど介抱してもろうって死ぬものなら寿命でのうても死んで本望と喜んでいましたのや」と答えて秋の日の下に母子ともに少女のようにほかげに背いて涙ぐんでいた。 後年常はこの時を思い出してお歌を相手に語って言うよう「我が子ながらにあんなに情愛の深い人もないものですぜほんまに恐ろしいような」と急に口をつぐんだのは「場合によっては心中でもしかねない」と言いかけて騒然としたのである。病後の母に代わって火星の全部を引き受けた亜希子は 戦後の物価投家の商法の不振それを救おうと焦った父の株での失敗など母の病気の原因にも思い当たるのであった。